こんにちは。今日はエクソの今後について占ってみようと思います。ちょっとその前にエクソの旧メンバーのクリスが18歳の女性と映画館で会っていたというニュースを見ましたので、それについてクリスのホロスコープも見てみました。この方はですね、非常に恋愛体質というか、もうもともと男性としての色気があふれている人ですね。華やかな魅力があって、モテてモテてしょうがない人だと思います。この方を一度見たら、大体どんな女性でも惚れてしまうのではないかというような、外見の美しさはもちろんのこと、内面から出ている男性的な魅力ですとか色気ですとか、ものすごいですねこの方は。そしてこの方自身、恋愛体質というか恋愛していたいという気持ちがあって、それは純粋に人のことを愛したいという気持ちもあるんですけれども、心の寂しさを埋めるために恋愛したいというか、物足りなさを埋めるためにも恋愛に臨んでしまうというところもちょっとあるかもしれないですね。そして13歳年下の18歳の女性ということなんですけれども、この女性やはり色っぽいんでしょうね。この方の女性の好みのタイプは色っぽい女性ですので、ただ若いだけではおそらく飛びつかないと思いますので、色気が、若いなりに色気が感じられる女性なんだと思います。しかしですね、勝手に、これは私の勝手な意見なんですけれども、やはり男性は若い女性が好きですからね、君もかという感じですね。エクソの他のメンバー、ベクヒョンですとかカイなどはすでに占っていますので、よろしかったらそちらもご覧ください。さて今回はエクソの今後について占ってみようと思うんですけれども、今後といっても大した詳しい内容は占えないかなと先に言ってしまいますけれども思うんですね。なぜかというと、今兵役に行っている人がいたり、ベクヒョンが2021年の5月に行きました。そして他のメンバーでも行っている方がいて、戻っている方もいて、またこれから行く方もいるということで、全員揃うのが2025年ぐらいになるということですね。ですからそれまでは全員で再始動ということができないので、これは占うまでもなく、その全員の兵役が終わるまでは揃わないということになりますね。ですがこれは今後占ってくださいというリクエストが来たので占いますけれども、タロットカードで占ってみようと思います。注意点なんですけれども、タロットカードというのはあまり何年も先の未来は占えないということになっています。だいたい3ヶ月から半年程度の未来ということですので、2021年今6月ですが、そこから3ヶ月から半年ぐらいの未来を占うということになりますので、ご了承ください。またこの占いの後に、まだ占っていない他のメンバーのホロスコープも見ていきますので、どうぞ最後までご覧いただけると幸いです。エクソの3ヶ月から半年くらいの未来、どのようになりますかということでカードに聞いています。このような結果が出ました。このカードの意味としては、大まかに言うと、お金の問題という意味があるんですね。例えば借金ですとか、物質的な問題、そのような意味があります。ですので、もしかしましたら、これは内部の問題になりますけれども、ファンの方々には関係ないとは思うんですけれども、エクソの内部でのお金の問題、または事務所内での資金の問題ですとか、そういうのが出るのかもしれないですね。または二枚舌という意味もありまして、二枚舌というのは言っていることとやっていることが違うですとか、または同じことを言わないで2つの異なった意見を使い分けているという意味がありますので、何かしらそういう矛盾が生じてくるのかもしれないですね。また嫉妬という意味もありますので、これは嫉妬、メンバー間の嫉妬なのか他の外部からの嫉妬なのかは分かりませんけれども、ジェラシー、嫉妬という意味もあります。そういうわけでまとめてみますと、お金の問題、物質的な問題、または嫉妬、このようなあまり良くない意味となってしまいました。しかし会社がグループを運営したりマネジメントしていく上で、資金の問題ですとかは常にあることだと思うんですね。常にいつも順風満帆ということはないと思いますので、ましてや今兵役に行っているメンバーなどがいて、再始動するのが、全員で揃うのが数年後ということですから、やはり SM が
エクソにかける資金というのはもしかしたら今後減っていくのかもしれないですね。だからといってグループの存続に問題があるというふうには出ていませんので、そんなに心配しなくて大丈夫だと思います。それではここで今までに占ったことがないエクソのメンバーについて占ってみようと思います。ホロスコープを見てどんな性格なのかを見ていきます。まずはリーダーのスホです。この方はリーダーに向いているかもしれないですね。なぜかというとコミュニケーション能力があって人と接するのが上手だと思いますし、精神的にも安定している方だからです。非常に気持ちが安定していて、たとえ落ち込むことがあってもすぐに立ち直るような回復力ですとか、そういう強さを持っていますね。人当たりがいい方だと思うんですけれども、精神的に強くて非常に生きていく上で有利というか、厳しい韓国の芸能界でも勝ち抜いていけるような人当たりの良さと精神力の強さを持っています。また積極性もありますしね、仕事ができる方だと思います。ただちょっとストイックなところもあるかもしれないですね。またおしゃべりな方ですので、四六時中しゃべっているというところもあるかもしれません。そしていろいろなことに興味を持つような性格ですので、その興味の移り変わりが激しいかもしれないです。そういうのは良いところなんですけれども、あまりにもいろんなところに興味が移って、結局は一体何をしたかったのかわからないと、そういうことがあるかもしれません。この方の好きな女性のタイプは女性らしくて温かい雰囲気の人ですね。甘えさせてくれるような女性が好きだと思います。自分の甘えですとか弱いところ、そういうのも受け止めてくれるような女性を望んでいると思います。次はチェンです。この方は結婚しているということですね。そしてもうお子さんもいるということで、2019年にも結婚してということで、それと同時にもう妊娠も、奥さんの妊娠も発表したということですね。これだけの人気のグループがこんな人気の絶頂の時に結婚を発表するというのもなかなかないですよね。これは驚きですね。かなり衝撃だったと思います。この方自身の運勢としてはとてもとても運が良いですね。かなり運がよく生まれていますので、まあ大体何をしても今までうまくいってきたかと思います。この方自身はそんなに新しいことに果敢に飛び込んでいくという性格でもなくて、受け身なところがあるんですけれども、それでもやはり物事がうまくいってしまうという運命ですね。この方は基本的には慎重派なんですけれども、結婚に関しては慎重じゃなかったんですね。不思議です。私の勝手な意見なんですけれども、やはりこの方は運が良いだけに、あまりそんなに物事をものすごく慎重に堅実に考えないでも考えなくてもうまくいってきたんだと思うんですね。全ての物事が、それは運の後押しと本人の努力というのもあったと思うんですけれども、ですのでそのような考えで安易にというか、そんなに深い考えもなく結婚も発表してしまったと、そういうことだと思うんですね。今までもそんなに物事深く考えなくても生きてこれましたし、成功してきたので今回もそれで大丈夫だろうと、そういう感じで来たのかもしれないですね。しかしやはり人気アイドルの結婚ということで、なかなかそこは難しいものがありますよね。この方は結婚してからもファン離れなどはないんですかね。私は分かりませんけれども、またやはりできちゃった婚ということですので、そこもちょっと男性としてどうなのかなと、まあもちろんその責任を取って結婚するという決断は良いことではあるんですけれども、なるべくならやはり結婚してからお子様が授かるという方が本当はいいわけですからね。そういうところもちょっとファンは複雑な気持ちになってしまったのではないでしょうか。この方は性格的にはとてもバランスが良いと思うんですね。先ほども言ったように仕事に対して堅実で真面目というところがあります。しかしそれだけではなくて、非常に野心があるところもあって、権力を求める一生懸命なところといいますか、その仕事に対してガツガツと成功を求めて一生懸命頑張るというところもありますし、
かといってそれだけではなくて、周りの人にも気を使うというところもあるんですね。非常にバランスが取れている、なかなかの優秀な方だと思うんですけれども、やはりこれからはこの方はもともと堅実で慎重派なのですから、もっとそういうところを生かしていった方が良いかもしれないですね。その方がこの方自身幸せを感じることが多いと思いますし、周りの人からも受け入れられると思うんですね。やはり今まで運が良くてあまり物事を深く考えなくても幸せでなんとか生きてきてしまった分、そういうまあちょっと結婚の発表というのもアイドルにしてはちょっと浅はかだったというか、考えがあまりにも少なかったと思いますので、そういうことを避けるためにも今後はもうちょっといろいろ深く考えていった方がいいかもしれないですね。その方がこの方はもともと持っている運を最大限に使えて幸せになれると思います。最後はシュウミンです。この方は非常に積極性がある方ですね。新しいことに果敢にチャレンジしていく勇気がある性格です。だからといって計画性がないわけではなくて、きちんとリスクなども考えて手堅く成功していくタイプです。また自分が欲しいものですとか、こうなりたいと思ったら非常に力を発揮する方なんですね。好きなものに対しては労力やお金をいとめなくつぎ込むというところがあると思います。それぐらいの激しい感情がありますね。ですからこれがもし好きな女性に向いた場合には、その女性に執着するというか、ちょっと行き過ぎなぐらいに好きになってしまう、そして絶対にこの女性を手に入れたいと、そういう激しい感情が出てしまう時もあるかもしれません。またこれは人に対してだけではなくて、仕事ですとか趣味に対しても非常に没頭して、周りから見るとおかしいんじゃないかというぐらいに一心不乱に取り組むというところがあると思いますね。この方は一般常識にとらわれない、そういう方ですね。自分の個性ですとか自分のオリジナルの考えを大切にする方だと思います。ですから好きな女性のタイプも個性的で面白い人が好きだと思います。面白いというのはお笑いのような人ですとか笑わせてくれる人という意味ではなくて、自分なりの考えを持っていてその他大勢に染まらない人という意味ですね。この方は外では気が強くて勝ち気なところがあるとは思うんですけれども、心を許した人には甘えるというか弱い自分も見せるかもしれないです。そのようなギャップが可愛いと思います。今回鑑定してみて、エクソのメンバーは本当に魅力的な人が多いですね。私はリアルタイムでよく知らなかったんですけれども、本当にこれはリアルタイムで自分が見ていたとしたらファンになっていたこと間違いなしというくらいに、エクソはすごいと思いました。ですので、やはりみんな兵役から戻ってきて再始動した時には大活躍してほしいと思います。以上です。今日もありがとうございました。